乳もすっかり僕たちの仲間に溶け込みましたのです。だな。なんだかずっと前からそうだったように感じるよ。そんなはずはないのにな。そんなことありませんです。ずっと僕たちのそばにいましたですよ。あれ、リカちゃんもそんなこと言うんだな。レナも言ってたよ。俺だけが気づいてなかったのかな。ケイチは鈍感だからきっと気づかなかったに違いないのです。みーち、どうせ俺は鈍感ですよ。だはわわお。リカとケイチが座り込んでいますのです。疲れましたですか。羽生が疲れ知らずなだけなのです。僕たちは遊びすぎてヘトヘトなのですよ。だって僕はずっとずっとみんなと一緒に遊びたかったから、これくらいでは遊び足りないのです。もっともっと遊びますですよ。あうあうあう。元気だな。ところで羽生さ、その頭のそれ遊んでて落ちちゃわないのか。あお。ケイチ、羽生のは取れませんのです。え、あ、そうなのか。変なこと言ってごめん。あー、やっぱり角なんかがあるとおかしいでしょうか。おかしくなんかないよ。キュートでかわいいよ。そうそう。相変わらずレナさんのパンチだけは見切れませんわね。大丈夫ですの、ミオンさん。顔面がへこんでますわよ。気にしなくていいのですよ、ケイチ。羽生も気にしないようにしているのですが、まだ修行が足りないということなのです。み、やっぱ気にしてたんだな。すまん、これからは気をつけるぜ。羽生は大昔に、この雛見沢にやってきました。あ、やっぱりそうだったんだ。だよな。村の中のことを、転校生にしちゃ随分詳しかったしな。羽生が雛見沢に住む前、どこに住んでいたのかはよく知りません。
ものは生まれつきです。それを忌み嫌われ、いじめられたこともありましたのです。そうなのか。そりゃますます悪いことを言っちまったな。そして羽生はその角があるのゆえに、全ての罪を引き受け清算するという、とてもとても大きなお役目を引き受け全うし、神と崇められたのです。え、神。僕の独り言なのです。忘れて大丈夫なのですよ。Thank you.
うわあ、大丈夫？なんだ、どうしたんだ？羽生さんがそこでふざけてて転んで斜面を転げ落ちていったんですわ。羽生ちゃん、大丈夫？綺麗に転がってったけど捻挫とかしてないかな。行こう。これはどういうことなんだい？急に彼女が転がり落ちてきてね。ずいぶん綺麗に転がってきたわね。でも頭をゴチンとやってしまったみたいだから、後でコブになってしまうかもね。よく冷やしておいた方がいいわよ。羽生、私たちの声が聞こえます？ほら、指は何本に見えますの？はぁ、でもよかったね、怪我がなくて。いやいや、しかし転がってった先に看護師さんがいてくれたなんて出来すぎだね。あらん、非番の時の私は野鳥撮影家なのよねえ、二郎さん。まあね、そういうことさ。まあ、ひなみざわっこならこのくらいで怪我はできねえよな。羽生ももう立派なひなみざわの仲間ってことだぜ。羽生ちゃんっていうの？見かけない子ね。新しいお友達？ええ、そうですわよ。月曜日に転校してきたばかりなんですのよ。これ何？変わってるわね。おもちゃ？それは羽生ちゃんのチャームポイントなので取っちゃダメなんです。あら、そうなの？私はあまり可愛くないと思うんだけど。だってほら、化け物みたいじゃない？高野、羽生は化け物じゃありませんです。二度と言ったら許さないのです。そうだよ高野さん、人の趣味に悪いよ。ごめんなさいね、決してそんなつもりはなかったんだけど。大丈夫？羽生、綺麗に転げ落ちたから大して怪我はないそうです。ティカ、今の人、今の人、高野ですよ。高野
です。高野。そうですよ。高野ですよ。違う、リカ。高野です。高野。覚えてないのですか？知ってるわよ。高野美代でしょ。入江診療所の。思い出せないのですか？ごめん、羽生。何の話？リカ。そんな。赤坂さん、ご無沙汰しておりますよ。大石さん、その後もお変わりなく。お変わりなくなんてひどいですな。最近リンゴダイエットっていうのを始めましてね、ちょいと体重が絞れてきたつもりだったんですがね。そういう赤坂さんはこれまた見違えるくらいたくましくなったじゃないですか。この程度には鍛えてないと体が持ちませんので。あれ、クラちゃん、その人あの人かい？何年か前にうちに来た東京の公安の本田屋さん。ご無沙汰しております。その節はお世話になりました。あんた随分とまあ立派に成長しちゃったじゃないですか。かあ、若いっていいね。さあさあさあ、せっかく来てくれたんです。もうお店に行っちゃいましょう。馴染みの店ですから、のれん前でも入れてくれるでしょう。さあさあ行きましょう。大井さん、いいんですか？まだ勤務時間中じゃないんですか？何言ってんですか。東京本庁からいらっしゃられた特命刑事との特別研修ですよ。さあさあ行きましょう。ああ、ちょいと先に電話してきます。赤坂さんに比べたらカモネギみたいな連中ですがね、ちょいとメンツを揃えまして。ところにクマちゃん、今夜バチッとポンチーしに行きませんか？大石さん、本当に変わっておられませんね。さあさあ、赤坂さん、行きましょう。ええ、参りましょう。いい返事です。だいぶベテランの余裕ができてきました。そうでなくちゃ。赤坂さんも随分強くなりましたね。なんだかお酒じゃ勝てない気がしてきましたよ。いやー、オイルと酒に弱くなるってのは本当ですな。ご謙遜を。それに私が強いのは
情報収集が下戸では務まらないからです。ちゃんと予算を切って常に若手と特訓してますから。日本酒、洋酒、紹興酒、のれんをくぐることもあればミラーボールのお店の時もありますよ。なっそりゃいい、そりゃいい。今度ぜひ私もコーチに参りますよ。ええ、ぜひ享受してやってください。最近の若いのは自分は生まれつき飲めないとかひよったことばかり言ってますよ。私だって最初は全然ダメでしたがね。酒は飲めば飲むほどに強くなり、ますますにうまみがわかるようになるんです。そうです、そうです。聞いてますか、クマちゃん。ね、面目ないっす。これでもだいぶ強くなったんですよ。そうだの、大石と組まされたばかりの頃はお前乾杯からウーロン茶だったからの。それはいけない。乾杯は重要な意味があるんです。そこでアルコールを飲まないというのは自分はこの飲み会に不服があるって言ってるようなもんなんです。だから私はそんなことする若手どもにはきっちり指導してますよ。一気飲みしろって言ってんじゃない。とにかく最初の一杯だけは中ジョッキ。よっ、赤坂さんかっこいい。いや、もう本当に頼もしくなっちゃいましたね。私にとっては定年までの残り数年でしかなかった間に赤坂さんはこれほどたくましく成長したんですから。いやいや、老兵は去るべきだと痛感します。そんなことはないです。私も嫌になるくらい経験がものを言う世界というのを勉強しました。力仕事や現場仕事なんかは私たち若造に任せて、大石さんのようなベテランにはぜひデスクで胸を張ってこき使ってもらいたいもんです。ですってよ、聞いてますか、クマちゃん。すいません、すいません、頑張るっす。大石、熊谷君も頑張っちゃうぞい。めんどくさがりのお前さんに代わってよくまめに歩き回っとる。大石さんはめちゃくちゃな人でしょ。私が大石さんと組んだのはほんの数日間だったんですが、あなたの気持ちもよくわかりますよ。でもね、大石さんがきっとあなたを鍛えてくれますから、最後まで信じてついていってください。わかりました、頑張るっす。でもお酒は鍛えられても麻雀までは無理っすよ。神さんに給料を渡す前に大石さんに取られるんです。いや、麻雀も経験なんです。打った爆発が強さと自信になるんですよ。後でご一緒しましょう。まずは負けない打ち方を伝授します。大石、いい若者だの。お前さんが無茶やってた頃にちょっとだけ似とるの。まさかまさか、私はこんな二枚目じゃありませんでしたから。フラちゃんたちは久しぶりの再会なんでしょ。ゆっくりしてっていいよ。帰る時だけ起こしてくれねえかな。鍵しなきゃなんねえから。すんませんな、気を使わせちゃって。
それで、実はこちらに来たら、フルデリカという少女に会いたいと思っていたんです。フルデリカって、フルデ家の忘れがたみのリカちゃまですか？忘れがたみ？ということは、彼女の両親は？ねえ、あれはお社様のたたりの3年目ですから、昭和56年ですかね。フルデ夫妻がちょいと引っかかる形でお亡くなりになりまして、赤坂さんが雛見沢に行かれてからちょうど3年後の話です。3年後？私が雛見沢を訪れてから3年後の6月のことなんですか？ねえ、そうです。どうしました？何か気にかかることでも？私が訪れたのは昭和53年です。その翌年にダム建設の監督が亡くなられたということは、そうだ、彼は私と麻雀を打った方のはず。あの方はその後どうなさっていますか？新聞にドーンと載ったと思ったんですが、こっちの地方だけなのかな。ええ、その翌年に作業員たちとの喧嘩で殺されてしまいまして。その遺体をバラバラにされたということは？なんだ、知ってるじゃないですか。その通りです。未だ右腕が見つかりませんでね、お気の毒なことです。続けて確認します。さらにその翌年、監督の殺人事件の翌年です。確か、そうだ、里子さんという多分女性の方だと思います。その方のご両親が転落でお亡くなりになるということは？おや、お詳しいですね。そうです、ダムの賛成派だった北条夫妻が旅行先の展望台から転落しましてね、事故か事件か未だにはっきりしませんが。そしてその翌年には、はい、フルデリカのご両親がお亡くなりになります。ですがどうもこいつも今一つ腑に落ちない事件でしてね。お前さん、ずいぶんとお社様のたたり関係に詳しいの。この事件、地元の圧力であまり公にされとらんはずなんだが。なんてことだ。だがいくらお前さんでも次の年は無理だろうの。何しろ4年目から秘匿捜査指定がかかっとる。いえ、多分わかります。その翌年ですから、つまり昨年です。先ほどの里子さんの叔母にあたる方が頭部撲殺のような形で殺されてはいませんか？そうです、ビンゴです。赤坂さん、どうしてそんなことまでご存知なんですか？多分私はさらにその翌年に殺される人物も知っています。お前さん、何を言っとるんだ。第一、去年の翌年中たら、そら今年のことだろうが。昭和58年6月、つまり今月です。フルデリカが殺されます。
赤坂さん、もう夜もだいぶ更けました。これ以上はお互いしんどいんで単刀直入に行きましょう。今の話は一体どういう意味ですか？はい、今の話は私が雛見沢を訪れた昭和53年6月に彼女から聞かされたことなんです。なんですって？信じられない気持ちはわかります。それを聞いた当時の私も幼い少女の気まぐれな予言遊びくらいに思いました。ですが彼女は5年目に自分が殺されることを私に訴えました。それはつまり自分を助けてほしいという明白なメッセージだったと思うんです。今回雛見沢を訪れた最大の目的は彼女を訪ね、本当に今でも私の助けを必要としているのかを確かめるためだったんです。赤坂さん、私はね、今年で定年なんです。連続開始事件の1年目に殺されたおやすさんの仇をどうしても年内に取りたいんです。ですから私はどんな些細な情報でも怪しげな情報でも飛びつきます。だから一応確認させてください。今の話は冗談じゃないですよね？なんかの冗談なら今のうちにそうだと言ってくださいよ。私は真実しか言っていません。フルデリカは昭和53年6月に今の話を私に語ったんです。ただ当時の私はそれを重要な話とは思わず、それを大石さんに伝えませんでした。それは申し訳なく思います。いや、それは無理もないぞい。そんな話突然されても鵜呑みにできん。4年連続した今だから聞ける話だわい。そうですね。いや、すみませんでした。しかし、フルデリカがどうして、今の雛見沢の状況は私も詳しくありません。一応当時の新聞でダム計画の無期凍結が決定されたというのは読みました。ですからダム戦争は終わって平穏な生活を取り戻していると信じていたのですが。ダム戦争は確かに終わった。だがな、その翌年からな、通称お社様のたたりと呼ばれる連続開始事件が毎年起こるようになってな。その詳細についてはまさにお前さんが今言った通りの内容なんだわい。どうやら私は彼女に大変な何かを託されたような気がしてきました。大石さん、ズバリお尋ねします。今年フルデリカが殺されるのはあり得る流れだと思いますか？フルデ夫妻はダム戦争当時消極的だったことを理由に後ろ指を刺されていたという話があります。それで3年目のたたりにあったというのが定説です。その流れから言えばフルデリカ殺しはありえるんですね。明日フルデリカに接触を試みるつもりです。どうやら彼女に直接話を聞くしかないようですからね。赤坂さん、それ私もご一緒させてくれませんか？フルデリカの話はどうやら私にとっても重要なものになりそうです。こりゃお前さん、なんともとんでもない土産を持ってきてくれたもんだの。わしもちょいと面白くなってきたぜ。煙に巻かれたまま終わると思ってた怪事件が解けるのに立ち会えるとは思わなんだ。しかし疑問もありますね。どうしてこんな重要な話を私だけに打ち明けたのでしょう？助けを求めるなら東京から出張してきた私ではなく地元警察のはずなのですが。多分地元警察を信用しきれないところがあったのでしょう。私も泥臭い人間です。リカさんの信用を得ていなかったのかもしれない。それに沖宮署には
S 号の息のかかった連中も少なからず潜んでいます。つまり東京から来た私が一番信用できたということですね。悔しいですが、そういうことになるでしょうな。だとしたら、大石さん、この件他には内密に。もちろんですと。とにかく明日雛見沢に行って理香さんに直接話を伺ってみましょう。話はそれからです。信じられないわ。でもそれが真実なのね。そうなのです。リカを殺すのは高野なのです。僕もリカもはっきりと見ましたのです。リカは高野の顔を目に焼き付けようと、意識のあるままにお腹を裂かれてもなお歯を食いしばってその顔を見ていたのです。嫌な死に方ね。毎回記憶に残ってなかったの感謝したいわ。でもなんとなくわかる、高野の好みそうな殺し方だもの。でもわからない、どうして高野が私を殺すの。だって私は女王感染者で、私が死ねば大惨事になるんでしょ。だから入江機関や山犬たちが私を守ってくれてるんじゃないの。そのてっぺんにいる高野がどうして私を殺さなくちゃならないの。ごめん、意味のない質問ね。高野が私を殺す、それが真実なのであって、その動機なんか大した問題じゃないものね。しかしだとしても、よりによってなぜ高野なの。敵は鷹の一人なの。はわお、山犬の人たちも敵でした。入江が敵かはわかりませんでしたが、多分敵じゃなかったと思いますです。鷹のと山犬が敵。冗談じゃない、私たち小娘がどう立ち向かえって言うの。無理よ。奇跡でも起きない限り、あんな奴らに私たちが勝てるわけがない。しかも綿流しは次の日曜日、私が殺されるのは22日、あと1週間ってところ。そのわずかな時間でどう戦うの。高野を金属バットで闇討ちにでもしてみる。意味ないわ。高野は所詮連中の一人。高野一人を返り討ちにしたって山犬たちに取り囲まれておしまいよ。どうすればいいのよ、どうすれば。そんなの僕だってわからないのです。でも今までは何度繰り返したって敵の名前だってわからなかったじゃないですか。それをやっと掴んだのです。やれることがあるはずなんです。ということは、富竹は殺されてる。つまり富竹は味方と、多分味方だと思いますです。
そうですよ、リカ。富竹に相談すればいいのです。落ち着くのです、リカ。前の世界で僕たちは学んだはずなのです。覚えていませんですか、前の世界のことを。前の世界ってあれでしょ、レナが学校にガソリンをまいて立てこもって。違いますです。その次にもう一つ世界があったのです。本当に覚えてないのですか。その世界ではあいつが帰ってくるのです、北条鉄平が。最悪の世界ね。何をやっても相談所は様子見で、佐都子は数日で廃人同然。どうせ仲間の誰かが発症して鉄平を闇討ちにするんでしょ。違います、違います。そこではみんなが力を合わせて相談所に陳情して、ちゃんと佐都子を救ったのです。その世界で、リカは圭一にあれだけ教えられたじゃないですか。奇跡は信じなきゃ起きない。そして、みんなが信じれば必ず奇跡は起こるって。確かに圭一が言いそうなことね。でもすごいわね。今まで一度も退けられなかった鉄平の帰宅する世界を打ち破るなんて。その世界の圭一たちはどうやって奇跡を起こすか知ってますですか。みんなにですね、ちゃんと相談したのです。どうせダメだとか一人で悩んだりとかしないで、みんなに相談したのです。だから奇跡が起こせたのです。みんなにって、圭一たちに高野のことを相談しろと。東京という怪しげな組織に狙われているから助けてって。相談して信じてくれると思ってるの。信じてくれますです。前の世界では信じてくれましたのです。なんでリカは僕が言うのを信じてくれませんのですか。ごめんなさい、信じないわけじゃないの。羽生が見たんだから、それは真実なんだものね。自分の記憶に残らないというのが、こんなにも温度差を感じさせてしまうものだったなんて、嫌になるわ。とにかく、リカと僕が二人で悩んでも、何も解決できませんです。僕たち二人の力では、あまりに非力なのです。でも、僕たちには武器があります。それは、真実です。動機はよくわかんないけど、でも犯人は高野だってわかってます。だからこれはこれまでの世界で一番有利なスタートのはずなんです。それなのになんで、なんで最後の最後でリカ
だけ記憶がつながらないのです。羽生がみんなにも見えて、しかも転校までしてくるなんて、なんだか変な世界だなとは思ってたけど、どうやらここはとびっきりおかしな世界みたいね。おかしくも何もありません。ただ最後の世界なだけなのです。僕はその最後の世界でみんなと力を合わせるためにやってきました。僕はここでは傍観者じゃない。理科のみんなの仲間で味方なのです。そういえばそうね、あんた傍観者を辞めたのね。僕はもう傷つくことを恐れて舞台に上がらないなんて嫌なのです。それを恐れずにみんなと信じる。だから奇跡が起こせる。これは昭和58年6月をかけたゲームの世界なのです。戦っているのは理科と高野。期限までに理科が敵を倒せないと自動的に負けになる。高野たちは山犬という強力な駒をいくつも持っている。少々の駒を集めたくらいではとても太刀打ちできないのです。だから理科はあらゆる人に助けを求め、対等な数だけ駒を揃えなければそもそもゲームが始まらない。このゲーム版のルールを僕たちは何度も繰り返しながら学んできましたのです。それはまるで説明書のないゲームのよう。でも僕たちは何度も学び、そしてようやく戦い方を知り、さらに敵方の駒の正体まで最初から分かっているという破格のリードがもらえましたのです。理科、ぼんやりしてる場合じゃないのです。渡流しまであと1週間。前の世界は2週間の猶予で始まりましたのですが、今回は1週間しかない。つまりこれが最後の世界なのです。わかったわ。私が覚えていないことの不幸を嘆くより、あなたが覚えていてくれた幸運を喜ぶべきね。あなたまで忘れていたら、この最後の世界も右往左往してるうちに終わってしまったに違いない。それに圭一たちへの相談も、うまく話し方を考えれば何かいい知恵がもらえるかもしれない。何しろ学校大爆発がほぼ確定したあの世界で、レナと大立ち回りをして正気に戻させるという奇跡を成し遂げた男なんだから。そうです。とにかく話せる人に相談しましょうです。僕たちだけではあまりにか弱いのです。仲間を集めどうするかを考えましょうです。奇跡の道も一歩からなのです。しかもそれはたったの一週間でね。もしもし、ご無沙汰しておりますわ、野村です。ええ、先日は詳細な資料をありがとうございました。厚生省のお歴歴もあなたの丁寧な資料のおかげで雛見沢症候群の恐ろしさを理解してくださりました。すべてあなたと
高高野先生の研究の成果ではありませんか。私は正当な研究が正当な評価を受けられるようにしたにすぎませんわ。それはもちろん。あなたの資料をやがては総理の手にも取らせてみせましょう。総理は一国の主、我が国で最も権力を持つ人物にあなたとあなたの祖父の論文を読ませ、それがいかに優れた研究であり、そして雛見沢症候群がいかに特別なものなのか。なのにその研究をないがしろにし、無残にもあなたとあなたの祖父の論文を土足で踏みにじった現理事会、彼らがどれだけ愚かなのかを分からせてお見せします。ええそんなあなたに朗報があります。終末作戦が終わった後、現地は隔離閉鎖され、陸自の別部門が研究を引き継ぐこととなりました。あなたはそこへ迎え入れられ、派閥や予算に悩まされることなく心ゆくまで研究をすることができるのですあなたの献身的努力に報いたいとおっしゃられるクライアントの好意としか申せませんわ。あなたはそこで所長の地位を与えられ、今度こそ思うままに存分に研究に勤しむことができるのですそれはとても素晴らしいことではありませんか。そしてあなたは雛見沢症候群の研究をステップの一つにし、こう高野先生が求められていた本当のステージ、いいえこれはお世辞でも何でもありませんわ、あなたに対する私どものクライアントの正当な評価です。そうですか、長電話を失礼してしまいましたわ。それでは失礼いたします。また追ってご連絡いたします。内線1001をお願いします。ええ、渡辺とお伝えを。渡辺です。ええ、先日の件はつつがなく終了しました。はい、高野先生の資料は素晴らしいものです。さらに国立研究所の職員を同行させましたので、背広連中はそのまま鵜呑みに。ええ、はい、そちらも問題ありません。20日以降から敵対派閥のほとんどの閣僚は外遊もしくは西洋で東京を離れます。はい、不確定要素はいくつか残りますが、おそらく6月23日には官邸の堀はすべて埋め尽くされているはずです。はい、ですので現地作戦は6月22日深夜に決行、23日に総理に緊急決裁を求める日程となると思います。はい、当日総理を補佐できるブレーンはすべて我々側の人間です。総理は万に一つの疑問も抱かないでしょう。ええ、それは間違いなく総理は必ず緊急マニュアル第34号に署名します。その後はアルファベットへの責任追及となり、奥の千葉派、旧小泉派は発言力を大きく失うこととなるでしょう。ええ、そうです。今村先生の復権は時間の問題です。ですわね。全くですわ。はい、わかりました。では来週マカオにてよろしくお願いいたします。私カジノは大好きですので。はい、それでは失礼いたします。また追ってご連絡いたします。官房長官席を。ええ、前澤とお伝えを。はい、私です。
奥の帳簿。